皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。もう昼過ぎですけど、ということで今日はね、ある店で新メニューが出るんで、それを食べながらビール飲んでいきたいと思いますよ。行く店はこちらです。はい、松の屋さんです。では参りましょう。松の屋 JR 尼崎店。瓶ビール550円。乾杯。カキフライのクリーミードリア風890円。いただきます。カキフライがでかい。さすが広島県産のカキ仕様。そして上にかかっているチーズもいい感じ。牡蠣とチーズの相性抜群。ただチーズが少し固まってきている。ビールに合う。欧州産マッシュルームもいい感じ。ホワイトソースが実にうまい。このドリア風やばい、うますぎる。ビールが進むくん。あふれた。このホワイトソースがご飯に合う。ビールなしでは食べれない感じ。サラダ付きが嬉しい。ドレッシングもあるけど、俺は特製ソースをかける。そして中濃ソースもかける。これが俺流。2種類のソースでキャベツが絶品のうまさ。ポテサラも乗っているのが嬉しい。このカキフライ揚げたてでサクサク。このドリア風のご飯にめっちゃ合う。落とした。気を取り直していただく。絶品すぎてやばい。ビールがうまい。味噌汁があるとホッとする。
やっぱりとんかつ屋のキャベツはうまい。チーズがもう少しかかっていると嬉しいのだが、少し残念。それにしてもこのカキフライはうまい。このマッシュルームもうまいので嬉しい。美味しかった。ごちそうさまでした。この新発売、うまいのでおすすめです。はい、新メニュー食べてきましたよ。美味しかったね。カキフライがサクサクで、そしてカキ自体もね、やっぱり広島県産なんでね、めっちゃでかかった。美味しかった。そしてあとソース、ホワイトソースかな、ご飯の上にかかってたやつ、めっちゃ美味しかった。ご飯との相性バッチシっていう感じやね。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンとチャンネル登録はお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしくー。